来い。イエーイ。ユータからフレンド申請。ユータくん？あ、俺やべえ。今俺配信映った。ね、タカシ見てた。その理由が一方的な性的なアプローチ。今日別に CG じゃないよ。CG は土曜やろうかな。土日どっちかでやろうかな。あ、待って。土日ってサバゲー行くんじゃなかったっけ？サバゲー途中抜けしろ、やばすぎだろ。ティルトすん、急にティルトし始めんの、やばいだろ。喋れる相手いるんですか？いや、それがさ、いないんだよ。言うて元気しかいないんだよ。元気はいっぱいいるじゃん、喋る相手。マジどうしようと思って。あ、ガクトさん来るんだ、そうだ、来るんだったらガクトさんは話せる。まあ、ガクトさんも友達多そうだな。マジどうしよう、困ってるわ。端っこの席で静かに銃触ってそう、怖いよ。カチャ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 、怖いよ。え、でもサバゲーは人生で2回しかない。で、そのサバゲーの1回目のあのけなんつうの、サバゲーはなんかイベントに呼ばれて行ったんだけど、その100対100みたいなやつでやったんだけど、その時もそこにいつも見てますっていう視聴者がいて、スナイプじゃないけど、そういて、視聴者が、え、これマガジンどうやって交換するのって言ったら、戦ってる間に、なんつうの、俺の視聴者が リロードしてくれた代わりに。そう、4人ぐらいメルトンさんサポートしますよ、キャリーしてくれた。メルトンさん、このハンドガン作ってくださいとか、ちょっとこれ弾飛びづらい設定になってるんで、僕の銃ちょっと使ってください、銃貸してくれた。ソーマルさんありがとう、サブスク。カフオさんありがとう、サブスクありがとう。てかサブスクマジ増えたな、今日サブスク配信するよ。今何人ぐらいいんのサブスク。885人っすね。まあ、サブスクギフト分もあって、まあ、多く見積もってマイナス700だとしても700人はいる。いや、めっちゃ多いんだよね。40代無職アバタロさんありがとう、働きましょう、サブスクありがとう。888狙うから2人増えたら教えて。え、今887で、888は誰かな、ちょっと待ってね。スイグマ使うか、スイグマ。詐欺ですよ、ちげえよ、本当だって、本当だって、詐欺じゃないって、詐欺ですじゃねえんだよ、詐欺じゃねえって、ガチだって。俺待って、誰かサブスク切ったせいで今ジョンソンさん、 NJ マスターさんが今サブスクしてくれたんですけど、待って、誰かサブスク切ったわ、ちょっと最悪。おい、887じゃねえかよ。おい誰だよ今切ったの。あ、カウンター出てきた。あ、888になったわ。あ、よかったよかったよかった、なりました、888です、ありがとうございます。あ、クスクさんね、サブスクしてくれたね、ありがとう、クスクさんありがとう。カウンター増えた。はい、これでバリア足んないから、 OK、 倒した。助けて。え、なんで2人もやって負けてるんですか。なんかコメント欄で俺のウルトの点数つけたやついる、しかも何も言わずに75点書いてる、クソうぜえ。75点、何にも言ってない、いいとか悪いとか言ってない、点数だけ書かれた75点。わあ、え、またミスってんの、お前な、いつになったら成功するの、イラリ。ああ、アナ俺より前に出てる、もうすごいよ。あ、もうすごいよ。出動する。ライフビーバー、お
いやマジで最悪、ガチでなんでライフィーバーで来たのこいつ。世界一分かんなくない？おいおいおい、なっ、あ、多分メルトンはホグ以外のタンクを使い慣れた方がいいよ。だから使い慣れる慣れないとかホックが得意だから使ってんじゃねえって何度も言ってったろボケが。味方がゴミだからホック使ってんだろうが、お前のこと言ってちゃうお前。オッケー、しゃ任せてくれ、ウルトある俺には、任せてくれ俺に。何やってんだお前、行かせねえ。はい入らせない。よっしゃ、なんでドローなの、俺らも攻めさせてよ。クソ、なんか喜んだの嫌だった、マジでなんで喜んだんだろう。クソムカつく、これから俺ら攻めじゃないの。ソンブラなのもいいね、額があるね。ちょっとゼニアットさん、フアンつけるタイミング早すぎるかと。はい、おしまい。え、フアってタイミングあったの？ありますよ。タンクに速攻つけたら、だって6秒間つけらんないじゃん。タンクに速攻ついたら、じゃあ適当に隠れてフア切って6秒間つかない間に人殺しちゃおうってなっちゃうから、そう、タイミングずらしてつけんだよね。いやいや、落ちませんか。いや、ちょっと連動が足りないかと。あ、これいいタイミングです。いや、やめて、いや、やめて、めっちゃいい例やられた、やめて。そう、バースト出せるって時にあのフアつけるとマジ死ぬんですよ、ああいう感じで。身をもって知りました、すいません。お前はなんでこいつ気づかないの俺に。ワンチャンある、よしよしよし、来い。イエーイ。ね、この目の前でさ、エリア取れなかったやつにさ、ちょ、変な顔したくなる。なんかこうバンってしまって、こうやってやりたくなる、こうやって。よし、ちょっと穴があれですね、がチームの穴っすね、これ余裕っすね。あ、最悪、あ、終わった、これ負けです。ちょっとこれ敗北かと。あー、ちょっと味方さん、ウルト0回です、ありがとうございます。おー、ゆうたくん、今キリコウルト1回も使ってないの見てたからね。何、バレないように最後ルシオに変えたのかな。ゆうたくん今ピック変えたね、今ウルトペケマークついてたけど隠したね、今ゆうたくん何してるのかな。ゆうたくんごめんね、冗談だよ、愛してるよ。ゆうたくんごめんね、ナイスだよ、ナイスファイト、ゆうたくんナイス、ゆうたくんごめんね、ナイスファイト、ゆうたくん頑張ろう、ごめんね、ゆうたくん頑張ろうね。これ前当たったら勝ち、マジで。ちょ、ゆうたくん、それ下行かれたらどうなるか分かってないよね、ゆうたくん、この規制何かな。あ、よかったよかった、ゆうたくんナイス、ごめんね、ありがとう、ナイスナイスだよ、3つありがとう。じゃあ悩み相談読むか、長いな。お悩み相談失礼します。この間も相談した、愛が重すぎる21歳女性です。昨日彼に振られました、まだ涙出るし、ご飯も食べられないし、寝れないし、ボロボロです。でもいつまでもうじうじしてな、したくないので立ち直ろうと思います。メイク研究、ボディメイク、オーマーウォッチで苦しもうと考えてるんですが、他にもいい自分磨きありますか。 e スポーツ、この配信見てるかもしれないスキピエ、会ってる間腹立つくらい楽しかったよ。今度会った時、今よりレベルアップしてるから覚悟しとけよ。バーカ、言い過ぎたね、ごめんね、愛してるよ。
長文失礼しましただっておい、いい女の子じゃねえか、こんなの振るのかよ、こんな振られても冗談言えるメンタリティー見習え、みんな、いい女の子じゃねえかよ、そうだろ、最後言いたかっただけじゃないの俺のね、そうなんだ、振られちゃったんだ、21歳女性、マジか、まあ要は他にもいい自分磨きあるかって、自分磨きなマジでしたことね、 e スポーツしかない、いや自分磨きですか、いやエイム、いいエイム練習方法なら知っていますちょっとごめん、オタクくんすぎておすすめのエイム練習法しか俺ちょっと答えらんねえわ、ごめんね、それこそ今度そう大学の友達に教えようと思ってるぐらい、そうあんまりそんながっつりゲームやってない人たちだからちょっとす楽しませてあげようかなって、ゆうたからフレンド申請、ゆうたくんあ、俺やべえ、今俺配信映った、ね、たかし見てた、ゆうた、そういうのちょっと迷惑だからやめた方が絶対いいって、あまら、俺配信映った、やばくね、え、今これ見てる視聴者全員見てんのかな、やばいよな、なってないこれ、ゆうたくん、ちょ、たかしに報告してね、今ちょ、やめてねたかしのネットリテラシーの高さえぐいって書いてるたかしえぐいよ、大丈夫かお前それ、オッケー、いやそこでドゥームフィストさん入ってしまうのは、いや負け格なのに入ってしまうのは、何データにないぞ、これが諦めない心か、クソなんだよ、俺悪役みたいになっちゃったじゃん、クソデータにないぞ、なんでだ、なんで負けるここで、ちょっとゆうたくんフレンド申請は却下かな、後で、なんか緩いな、お、国と小動物さん、波相が入ってる、ちょっと名前読みづらいけど、国とね、そのリスさんね、あとみんななんかコメント欄でちょっと今お下品なことちょっと書いてると思うんですけど、まあ書いてるわけじゃないと思うんですけど、ちょっと話がつとれるんだけど、俺の配信で、まあ俺も良くないんだけど、俺が配信でなんか負けすぎて頭おかしくなると、もう意味わかんねえ、マジなんなのこれ、もう俺脱いじゃおっかなって言うじゃん、よく、俺もう意味わかんねえ、もうチンチン出したろっかなみたいな話してるじゃん、その時にみんなよくコメント欄で脱げって言うじゃん、あれさ結構問題があって、あれ脱げって言った人ツイッチバンされてされてるらしいんだけど、その理由が一方的な性的なアプローチそうあれ地雷です、そう一方的な性的なアプローチでバンされるらしいんで気をつけてください、あれ俺も言わないようにするから、そうやめます、ちょ皆さんも気をつけましょう、そうあれ俺引っ掛けてたんだね、うん、ちょハニトラなんであれちょ気をつけましょう、ていうか俺もやめますあれ違うよおい今まで脱げって書きまくったやつが厚着着ろとかパンツ履けって書いてんのやばいだろ帳消しなんでよ厚着着ろじゃねえよ、帳消しなんでよ、そんなんで浅はかすぎんだろ、このゲームティルトしてる、さっきからなんかティルトしてるよね、意図的ですね、お前勝てそうな時だけ本気で殺しに来るだよ、温度差やばすぎて負けたわ、ちょっと待ってこれね、ちょっとお前で油断させるつもりだったの、それでちょ高度すぎない、やることはい、もう俺のせいです、これすいませんでした、すいません僕のせいです、すいませんでした
みんな優しい、みんな謝ってる、みんな顔がこうなってる、コメボルのせいだ。そうだよ、お前たちのせいだぞ。俺ウルトミスったって言わないようにしよう。お前たちのせいだぞ。みんないいやつ、みんな俺のせいだ、ごめんっつってる。ウルトミスったこと黙っとこう。グミスこれティルトしてるわマジで。やば、9キル26です。初めて見た。トロールだね。これ通報ですね。あ、匿名にしてトロールしてるわ。俺より勝率いいの何？くねえ、くそ、なんでの、くそ、こいつ。なんでだよ。なんでこんなやつより俺勝率低いんだよ。おかしいだろ。腹立つ、マジで。あ、波相談見てなかった、1個目。波相談、私は同い年のバイト先の、バイトの先輩に敬語で話していますが、バイトの同期、同い年のバイトの先輩たちとタメ口で話しています。私はその先輩たちにタメ口でいいよと言われたことがなく、自分の社会性のなさを感じています。どうすれば先輩に気に入られるような愛嬌のある人間になりますか？先輩や後輩との距離を近づき方を教えてほしいです。そもそも人に気に入られようとするのが良くない。だって人に気に入られてるかどうかなんて相手の気持ちがどうかでしかないじゃん。で、相手の気持ちっていうのは自分には分からないわけで、それは気に入られてると思ってももしかしたら違うかもしれないじゃん。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、基本的にそんなの自分の思い込みでしかないんだよ、気に入られてるかどうかなんて。そう、自分が気に入られてると思えばそうだし、そうじゃないと思えばそうじゃないし、相手の気持ちなんて分かんないから、相手の気持ちとか感情にその関与してる部分に関してはもう気にしないが一番。そう、ガチだから立つ米があるんですね。そうだよ。俺が今イライラしてんな、メルトン絶対イライラしてんなっていうの分かってんのに、いやそこは丸々かとって空気読めないやつが言うから、おめえ叫んだよって俺で切れんだよ。そうだよ、じゃあそうなんだよ。相手の気持ちを考慮して完全に分かってたら言わないから、立つ米なんて。ありがとう。これ僕は頭いいんでこっちからいきます。はい、あ、来たー。悩み相談、私は介護施設で働いてるんですけど、先日他のスタッフからミスをした際に、こんなこともできないの？と注意されました。その時自分はこの仕事向いてるかなと考えてしまい不安になりました。日々タツコメやスナイプと戦っているメルトさんですが、配信者の仕事はプロゲーマー時代この仕事向いてないかも思ったことありますか？そっからどうやって立ち直っていましたか？俺が向いてないかもって思ったこと？そもそも人に向いてないって言われて向いてないかなとか、てか、だからそれも人のさっきと言ったものと一緒で、そいつが何を思って言ってるのかって分かんないんだよね。そもそも仕事って向いてる向いてないでやるのが仕事じゃなくて、できるかできないかでやるのが仕事なんだよ。だから向いてなかったとしても、自分がその業務をこなしてんだったら普通に仕事としてまあ成り立ってると思うわ。おりゃー、ねえ俺はできないね、できてないよ。ねえ俺これ本当に仕事や、おーヒーローやめたいと思う、ヒーローという仕事を。俺はできてない、僕できてないです。あ、できてます。じゃあ仕事できるね、ヒーロー活動できるね。もう相談適当に読むか、気楽に読もう。こんにちは、今度企業の最初の面接があるんですが、もしメルトンさんが採用担当だったらどのような部分を評価しますか？ランクですね、グラマスかどうか。普段から味方に点数をつけてるメルトンさんの意見が聞きたいです。もう星見のような人材ですかね。あ、どういうやつを取りたいかって、自分の意思で何か活動してるかどうか。そもそも学生時代何してきたんですか？本当に何をしたかどうかだと思う、それが全て。別に内面とかどうでもいいわ、性格とかそいつの倫理観とかクソどうでもいいわ、マジで。
そいつが学生時代何をして何を成し遂げたか、じゃあその結果見せてよ僕にって感じ。もうそれだけ絶対そう。でもそんな俺は最終面接でテンパって、夜寝るとき靴下を履きますってなんとか言っちゃったから大丈夫、安心して。こう前にも言ったけど安心して、だから大丈夫だよ、だから自信持って、そんなやつもいるから自信持って。ちなみに夜寝るとき靴下履きますって言ったけど別に履いてないよね。なんて言ったか分かんない俺、マジで狂ってる俺。そう別に履いてないよいつも。そうそう、しかも履いてないよ別に。そう本当にテンパっちゃってガチで、そうガチでテンパっちゃった。宇宙歌ってる。そう何、そう何をしてんのでしょう。それじゃあディーバさん死んじゃうよ。僕が売ると思ってたらどうするのかな。え？そのそっくりそのまま返してそう。くっそ。まあしょうがないね、今日勝ちすぎたからしゃあないわ。次ですね。私ごとですみません。 6年ぐらい仲のいい異性の友達がいます。なんかエロい展開だね。友達以上恋人未満の関係なんですが、友達期間が長いと恋愛対象として見られないと思いますか。全然エロくなかったわ。いやわかんねー、女わかんねえ。いや男だなお前、クソ男か。いややめとけ。おー絶対絶対女の子何も持ってないよ。いやいやいや、ゆうたは友達だから。言われちゃうよ絶対、やめた方がいいよ。男女の友達か。あーでも俺もいるよ女友達。確かにお互い恋愛対象じゃないわ、だからマジ兄弟って感じ本当に。なんかねないね本当にない。6年か。俺は小学校の時だから そうね、もう20年近くか、20年近くの女友達いるけどもう兄弟だね。6年は分かんないけどね。ただなんかねそういうの良くないと思う。良くないよもう、そういきなり目の色変えるのは良くないわ。いきなり目の色変えんのよくない。コミュニティクラッシャーになっちゃうよ。いやわかんねえな。でもダメよ、ダメじゃないと思うけど、まあ俺はないかな。来いリスキルしてやる。おお悔しい、悔しい、悔しい、悔しい。おお気持ちいい。気持ちいいこれ。最高です。おまっち。なんかさっき悩んでる人いたね。軽く読むよ軽く。最近バルラントをフルパでプレイしていて、自分は一番ランクが低いのですが IGL が得意です。最悪やん。他のメンバーは自分よりゲームの理解度は高いですがコールは少ないです。理解度が低い人間ががっつり IGL しても大丈夫でしょうか。え、そもそも報告っていうのは最低限でいいんだよ。何の情報が欲しいのかを IGL としてみんなに説明した方がいい。だから敵の、銃声の数とその足音だけ聞いてその人数教えて先に言っとくんだよね。そう戦う前にそれだけ教えてほしいっつって、で先に言っとくんだよ。もうもし A に3人いたらミッドから B 行こうって先に決めとく。で A にそんないなかったらそのまま A ショットと A メインで挟もうって最初に計画としても言っとくんだよね。じゃその報告聞いてからアクション起こすんじゃなくてみんなに最初にもう通達しといて、みんながそれぞれ判断して動けるっていうのを風にしといた方が IGL としては一番いい。で人数が一気に削れたりするんじゃん、その不利になったり。そこのどうしたらいいかっていうドッタンバッタンの対応で IGL が発揮されるんだよね。じゃあ今からミッド B 切り替えよう。そこでようやく IGL が発揮されるから正直報告なくていい。まあ、下手なやつが IGL やっていいのでしょうか。まあいいんじゃない。でも強いやつが IGL やった方が気はいいよ。一番強いやつが IGL やった方が安心感あるし気はいいよね。それは間違いない、それは間違いない。一番強いやつが IGL やった方がいい、間違いない。
FPS って面白いよね。でもオーバーウォッチ見てみ、つらい。モバつらいよ。誰モバ FPS と考えた悪魔は。何なの、苦しいよマジで。楽しい声って苦しいけど、誰この悪魔考えたゲーム、苦しいマジで。まあ覚えてない人もいると思うから、そのできてなくても攻めちゃダメだよ。 IGL は絶対自分が一番理解しててみんなが理解してないと思った方がいい。だからミスっても随時あの分かりやすくフォローしたり、味方が分からなかったり理解しづらいとか自分が埋めてやればいい。そうやって工夫してやるのが IGL だよ。ちょ、ソンブラマジ何もしてないと思う、これ。ソンブラガチ何もしてないと思う。ソンブラどこ行ってるの。ちょっと君ヤバだわね。囚人番号910、ありがとうございます。今日敵味方ユニークだったね。てかなんかすっげえトロール多いね。なんだろう、すごい多かったね。ってことで今日はここまでにしたいと思います。じゃあお疲れした。じゃあねー、みんな来てくれてありがとう。また明日。じゃあねー。